皆さんこんにちは。宮崎市長の清山智則です。2024年最初のダイジェスト動画でございます。本年もよろしくお願いします。また能登半島地震において被災された皆さんに対して心からお見舞いを申し上げたいと思います。後で少し触れたいと思いますが、本市としてできる支援しっかり続けてまいりたいと考えております。さらに2024年は本市が市政100周年の記念すべき年でございます。100年前の4月に宮崎町、大淀町、大宮村が合併して、宮崎市が誕生してからちょうど100年の記念すべき節目の年でございます。いろんな企画で市民の皆さんとお祝いをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは発表事項に移る前にいくつか触れたいと思います。まず冒頭申し上げた能登半島地震への対応でございます。1月4日から、市役所内に募金箱を設置いたしました。まず今後確実に必要になってくるのは様々な形での支援かとは思いますが、お金がいくらあっても困らないということで、義援金を募集をし、日赤を通じてお送りしたいと思っております。市役所の出先機関も含めてですね、29箇所募金箱を設置していますので、ぜひお見かけしたらご協力をお願いしたいことと、また日赤でも振込口座を用意しておりますので、そちらも銀行振込でご活用いただければと思っております。また2点目として、宮崎市の上下水道局として、職員を6人現地、石川県の能登町に派遣をいたしました。職員は現地で給水車と作業車も同時に行っておりますが、現地で給水作業に従事をしていただいております。現地からこのような写真が送られていますけれども、だいたい1週間程度ずつシフトを組んでですね、交代で現地に派遣をさせていただいているところでございます。引き続きこの水道協会からの要請に基づくものでございますが、支援が必要な限り続けていきたいと思っております。2点目にオープンシティ推進協議会の創設でございます。年末の12月25日に記者会見がございました。民間人の皆さんを中心として、写真の真ん中にあるメラー光友さん、そして斉藤純一さん、村岡浩二さん、そうした民間の皆さんを中心として宮崎を公民連携、それから経済を盛り上げようという団体が4月に発足予定という発表でございます。本市も積極的に関与し、またサポートをしていきたいと思っておりますし、今までミアペック推進機構として続けていた事業ですね、その中でやはり継続すべき事業、成果が出ている事業はこの MOC、MOC で続けていただきつつ、ミアペック推進機構は発展的に今年度いっぱいで解消をさせていきたいと思っております。取り組みの柱としてはローカルスタートアップの創出、それから地元中小企業を中心とした地元企業のイノベーションの創出、経済成長への支援、さらに宮崎が誇る農業や食産業の販路拡大であったり付加価値の創出、そうしたものを民間の皆さんの発想で自由に取り組んでいただきたいと思っております。3点目に宮崎市内の感染状況についてです。コロナも少しずつ年末からじわじわ増えてきているんですが、今何より警報レベルで流行している感染症がインフルエンザでございます。年末から宮崎市内でも定点報告が30を超えて、警報レベルを超えている状態がずっと続いています。皆さんぜひマスクや手洗い、うがいなど個人でできる感染対策、それに加えて、ワクチンも1月末まで、助成を延長しています。宮崎市としては65歳以上の高齢の皆さんや60から65歳の方々については一定の要件を満たす方に対して、1人当たり1500円で接種ができるような助成をさせていただいてます。ワクチンを打ってから効果が出るまで、2週間程度は少なくともかかると言われていますが、今から打ってもまだこの流行状況を見ていると、遅すぎではないんじゃないかなと思っております。ぜひ、ご検討をいただければと思います。最後に、冒頭お知らせしたいこととして、動物園とフローラン亭宮崎の小中学生無料授業でございます。これは物価高騰の中で子育て世帯を応援するために、
まあ、お出かけするにしてもどこに行ってもお金がかかるよねという中で、ぜひ宮崎市のフローランテと動物園という施設を利用していただきたいと。その際は小学生と中学生は無料でご利用いただけますという事業でございます。3月3日まで、無料でございますので、ぜひ積極的に、この2つの施設をご活用いただければと思いますし、動物園は先日九州サファリから来たチョイ君も加わってゾウが2頭に増えてますので、ぜひチョイ君とみどりちゃん、このツーショットをご覧いただきたいと思っております。それでは次に発表事項に移りたいと思います。1つ目の発表事項、市政100周年の機運醸成の取り組みについてご紹介をいたします。まずお祝いメッセージ動画でございます。あの宮崎市をですね、様々な著名人、また宮崎市のファンという方々からお祝いしていただく、そしてそれをあの SNS やホームページ上でも市民の皆さんと共有していただくために、このお祝いメッセージ動画というものをできれば週に1回程度作って、公表していくという企画でございます。まず1本目、第1弾の動画が早速出来上がってまいりましたので、ご覧ください。福岡ソフトバンクホークスの王貞治です。宮崎市市政100周年、誠におめでとうございます。100年って大変素晴らしいですね。私と宮崎市は、私は昭和34年にプロに入りまして、巨人軍に入りまして、それ以来ずっと今もお世話になっております。宮崎市も随分変わりまして、キャンプ行くたんびに新しい発見ができて大変嬉しく思っております。どうぞこれからもどん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 発展して、日本の多くの皆さんを驚かしてほしいなと、そのように思います。頑張ってください。はい、大会長は宮崎市の名誉市民でもございますので、あの本当に一緒にお話ししていると、宮崎市の歴史をですね、とうとうと楽しく語ってくださる素晴らしい名誉市民だと私も思っております。で、記念すべき第1弾を王さんにお寄せいただいたことは大変嬉しく感謝しているところでございます。また今後も次々とアップしていきますので、皆さん宮崎市の公式 YouTube や SNS にぜひご注目ください。よろしくお願いします。機運醸成の取り組み2つ目でございます。100周年記念ロゴマークを作成をいたします。皆さんご存知の宮崎市出身の人気漫画家東村明子さんに、この制作を依頼しているところでございます。あの2月の3日にですね、この出来上がった100周年記念ロゴマークを、皆様方へリリース発表する機会を設けたいと思っており、2月3日土曜日午後3時から市民プラザの4階ギャラリーで行います。地元高校生100名と、さらに先着順で、当日の先着順でございますが、一般観覧者100名をお招きして東村さんのトークイベントでございます。私も登場させていただきます。当日は、午後0時正午にですね、市民プラザ正面玄関で入場整理券を配布いたします。ぜひご参加したいという方は、早めにこの整理券をもらいにおいでいただけるとありがたいです。で、この100周年記念ロゴマークというのは、出来上がったら広く市民の皆さんに活用できるように、著作権の許可申請とか難しい手続きが必要ないように、広く市民の皆さんに宮崎市を PR していただく、企業の皆さんにも例えば商品につけていただくとかですね、さまざまな形でご活用を想定していますので、お楽しみにしててください。記念ロゴマークを制作中の東村明子さんに、お祝い動画をやはり寄せていただきましたので、そちらも合わせてご覧ください。はい、漫画家の東村明子です。宮崎市出身です。私にとっての宮崎市はいつもみんなが笑ってる街です。今東京に住んで仕事してますけど、まあ、しょっちゅう宮崎には帰るんですけど、帰るたんびに街の人がみんなすごく笑顔で、お友達に久しぶりに会っても親戚に会ってもですね、みんないつも笑ってる、そういう明るい気質の方が多い街だと思ってます。やっぱよそに住んで初めて分かったことで、東村さん性格明るいね明るいねって、いつも笑ってるねっていつも言われるんですけど、それって本当に宮崎市で育ったからだなって私はずっと思ってます。宮崎市政100周年
おめでとうございます。ということで、東村さん、お祝い動画ありがとうございます。東村さん、私も漫画のファンなんですが、一緒にご飯を食べてても本当に面白い方で、もうずっとトークが尽きない、もうずっと笑いっぱなしのご飯会だったりするんですけど、ぜひ皆さんトークイベントも楽しみにしててください、はい、次、発表事項2つ目、第二花見工業団地の分譲受付開始です。高岡町の花見地区にある花見工業団地の隣に第二花見工業団地の造成をしております。今年の3月頃に完了予定でございまして、これは旧高岡町時代に造成の計画が立ち上がって、令和3年から造成開始をしたところでございますが、ようやく完成の見込みでございますので、こちらの土地を分譲をいたします。この分譲受付については今日から6月28日までの5ヶ月半程度でございます。全体で約7ヘクタールある土地でございまして、複数区画の申し込みも可能でございます。例えば1、2をまとめてほしいとかですね、そういう形の申し込みも OK となっております。金額は記載の通りですが、細かいところは測量確定をした後少し変わる可能性もございます。業種としては製造業、運輸業、卸売業ということですが、できるだけ投資額が大きく良好な雇用機会を創出していただけるような企業を選定させていただきたいと思っております。ぜひ、皆さんこちら応募ください。企業の皆さんですね、応募お待ちしております。発表事項3点目、一般競争入札の対象拡大でございます。こちらはちょっと一般の市民の皆さんには結構難しい内容なんですけれども、我々市役所が、公共事業ですね、工事を発注するときに、今まで6000万円未満の工事額の少ない、比較的少額のものについては、誰でも参加というより宮崎市が、指名をして選定をした業者だけが参加できる入札でありました。これにはいろんな理由があるんですけれども、しかし最近入札参加者が減少をしていっていたり、もしくはその市がどんな基準で選んでるの、ちゃんと公正公平に選んでるのという疑問をいただくこともある、つまり透明性に課題があるという中で、この指名競争入札というのは本当に限られた場合にして、原則的にはやはり一般競争入札をメインにすべきだろうという考え方に基づいて、その対象範囲を拡大していく取り組みでございます。おととしの10月から試行的にやっているんですけれども、実際に指名競争入札を抑えて、一般競争入札の範囲を拡大したところ、それまで指名競争入札では不調や不落ですね、入札に参加してくれる業者が全く現れなかったとか、参加してくださる業者がいてももうなかなかもう本気で受注したいと思わないとですね、金額ももう非常に高い額で入れられたりすることもあるんですけれども、結果的に受けてくださらない不落というような案件があったんですが、それが一般競争入札に移行することで受注につながったと、しっかり市民の皆さんに必要な工事が受注されることになったというような一定の効果もあったことから、今回予定価格800万円以上を条件付き一般競争入札に移行したいということでございます。さらに加えて、入札に参加することができる資格要件というものも見直しをいたします。今までは施工実績の訴求期間、遡って過去6カ年度まで、施工実績を見て、例えば今度入札で出る案件の予定価格を超える実績があった場合は入札に参加していいですよという条件だったんですが、やはり公共事業の数も10年20年と
前と比べると徐々に少なくなってきてますし、実績を求められてもそもそも仕事自体少なくなってきてるじゃないかという声もありますので、その過去6カ年度を11カ年度まで長く伸ばして、そこまで実績として私たちは見ますよという変更内容、さらに金額についても例えば5000万円以上6000万円未満の予定価格について、今まではこの予定価格以上の元請け実績を求めていたんですけれども、結局それだとですね、5000万円以上のお仕事を取るのに過去同じように5000万円以上のお仕事をした実績がなければ取れないということになると、なかなか皆さんですね、それまで5000万円未満の仕事しかしてことがなかった方々が上のお仕事を取ることができないということで、今後は予定価格よりもちょっと下の実績金額の元請け実績がある方々も入札に参加できるというような見直しをしております。さらには手持ち制限ですね。これはもう分かりやすく言うと、できるだけ多くの建設業の皆さんに公平に受注工事が行き渡るように、仕事が行き渡るような仕組みなんですけれども、それを例えば今まで土木一式工事で年間を通じて手持ち2件までというような条件を、上限を2件以内として、年間の中で発注状況、仕事の状況によっては手持ち制限を2件ではなく1件にするとか、もしくはもう手持ちなしで入札参加資格要件を定めるとかいう形で、より特定の方に受注が偏って過度に競争性が高まらないような受注機会の均等を確保したいという狙いの見直しでございます。ちょっとこの辺はあまり一般の市民の皆さんには馴染みのない制度でございますが、我々が目指すことは透明性のある、市民の皆さんにとって、疑念を抱かれないような入札、制度に改めていきたいと思ってますし、また建設業の皆様も過度にこう競争を強いるようなことはなく、品質の高い、公共工事を担っていただきつつも、ある程度の競争環境は確保していこうという、そのちょうどいい塩梅を我々も模索しながら、よりこの制度の改善に、より良い制度に向けて改善に努めているというご理解をいただければと思っております。はい、発表事項の最後でございますが、教育保育施設における虐待等の相談窓口を開設しました。通称園児虐待通報ポストということで、インターネット上にですね、こうした、通報ポストを設けました。これは教育施設、いわゆる幼稚園とか、もしくは保育園、子ども園等での、子どもの虐待をいち早く把握し、早期に対応するための、相談窓口でございます。今までも保育幼稚園課などで、電話、メール、ファックス、対面で受け入れていたんですけれども、より皆さんが安心して、情報をお寄せすることができるように、インターネット上に専用のフォームを設けたと。さらに、相談や通報というものは匿名でも可能ですと。そして保護者や施設職員、近隣の方などどなたからの相談でも OK ですが、できるだけ具体的な状況、どこで誰が誰にいつ何をどのようにしたのかと、そしてそうした情報をお寄せいただいたときに、我々から、誰に確認をすればいいのか、通報者の方に、できれば理想を言えば通報者の方にこちらから、連絡をさせていただいて、いろんなことを確認をさせていただければありがたいんですけれども、そうした形で我々がその情報の確かさを、具体的に確認できるようにお寄せいただけると、ありがたいなと思っております。そうした、相談通報を受け付けたら、我々としては、事実確認をするために立ち入り調査などの調査を行います。すべての案件で立ち入り調査をするわけではありません。
一応我々で情報を確認をして、これはしっかりとした調査が必要だなというときは、例えば現場での立ち入り調査などを行ってまいります。その結果、不適切な保育や虐待があったと我々で確認できた場合は、それはもう行政指導など必要な対応を速やかに行っていくことになります。一般的に幼稚園とか保育園に対する苦情問い合わせというものは受付の対象外でございます。また先ほど申し上げたように内容の詳細がよくわからなくて、またそれを確認しようにも相談者と連絡が取れない場合は対応が難しいということもございます。相談通報いただく方の個人情報内容に関しては法令に基づいて厳重に取り扱いますが、その対応の検討や確認などのために、例えば市役所内でも私などの庁内の関係各部局と情報を共有することがある場合は、ご理解いただきたいと思っております。最後に、今回の虐待の通報ポストの設置でございますけれども、一重に目的は子どもたちを守るために速やかに、不適切な保育や虐待があれば我々が把握をしてすぐに対応に動くことができる、その目的で設置をしました。一方で皆さんにご理解いただきたいのは、ほとんどもう日頃ほとんどの保育園幼稚園子ども園では多くの保育士の皆さんが本当に献身的な努力で子どもたちを保育してくださっています。その中でごく一部、どうしても不適切な保育というのが、時折散見されることで、そうしたものをいち早く通報をすると。しかし我々確かな情報でしか、これは現場に動くことはないので、そうした施設の運営者の皆さん、それから保育士の皆さんも、どうか過度に萎縮することはなく、この制度取り組みの趣旨をぜひご理解いただき、子どもたちの保育に、当たっていただければと思っております。以上、大変盛りだくさんの内容でしたが、新年の会見ダイジェスト動画でございました。2024年は市役所の中でも大きな政策課題のプロジェクトが動いてますし、さらに市民の皆さんに一緒に100周年を祝っていただくさまざまな催しを企画しています。今後も今年1年のこの記者会見、そしてダイジェスト動画ですね、内容がさらに充実していくと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。